めっちゃ綺麗。お疲れ様でございます。アシカでございます。今日のグローム散歩でございますが、特に決めてないんですが、ただいま378号線、そうですね、378号線を使って、南の方に向かっております。目的地をね、特に決めきれなかったんですね。本来は UFO ラインにちょっと行こうかなと思ったんですけど、ちょっと山の方の天気がね不安定のようで、下から見てもですね雲がかかっているような状態だったので、それなら山が無理なら海でしょうみたいな感じで今海に向かっておるという、ただただそれだけの理由でございます。おー、見てください、この目の前に広がる大海原、最高。この国道378号線ですけども、四国屈指の、海岸線ですね。愛媛、特に愛媛ではここが一番かなと思いますね。だからまあ結構ツーリングでこちらに来られる方っていうのは結構多いんじゃないかなと思いますね。まあでも個人的なことを言わせていただくとね、交通量がね結構多いんですよね。結構多いんですよ。まあこうやってね海を見ながらね、走るっていうのはなかなか良いんでございますけども、まあ、自分はどちらかというとね、八幡浜から三亀とかね、あっちの方向に向かう狭い海岸線、ぐねぐねとした海岸線の方がね、好きなんでね、ちょっとここにはね自分のグロムには道がでかすぎるというような感じでございますね。ちょっとほんで肌寒いですね今日は、メッシュジャケットにガンガン風が通って、体温を奪っていっております。さて、二見のシーサイド公園に着きましたね。どうしようかな、止まろうか止まらないか、止まろうか止まらないか。結構車が止まってるのは何事、これは一体。お、パラセーリングのパラシュートを畳んでますね。あ、そうだそうだ、ここ回収したんですよね。なんか綺麗になってるんですよね。二輪車専用。ああ、特にすることがない、行こう。この辺にね棚田があったはずなんですよね。棚田があって、あの辺かな、本郷、こっちかな。お、線路でございますね。予算線ですねこれが。あー、ちょっと、あー、いい感じの雰囲気。おー、いいじゃんいいじゃん。もっと、あ、見て見て、飛んでる飛んでるよ。ここが良さそうですね、眺めは。おー、いい感じいい感じ。いやー、見事見事、近すぎるけどね、ちょっと。いやー、いいですね。さてと、広い道路に出たぞ。あー、トンビが飛んでんな。わー、いい景色だね。ちょっとやっぱ写真撮ろう。いやー、いいやん、ここ眺め。っていうか、道あんの、こっから先。行き止まりでごわすか。さてと、ちょっとだけ下灘の駅を寄って行きたいと思います、ね、もう言わずと知れた、あ、愛媛の名所ですよね。お、観光客さんいますねやっぱり。あ、閉まってるねコーヒー。あー、あー、でもやっぱ来ると綺麗だな。開いた。むしろホームより下がった方がいい絵が撮れるんじゃないかな。
いや、いいっすね。ホームよりこっちの方が綺麗なんじゃないかな。このフェンスのね、向こう側の方がなんか、下の道路が見えなくてね、不思議な感じですね。近く行っちゃうとね、丸見えなんですよね、下が。さて、タイさん。霞がね、ちょうど昨日雨が降ってたんで、全体的にこう水蒸気多めなんですが、それがなんか逆にもやがかかっていて、逆にいい感じですね。これはこれで綺麗ですね。さて、長浜に着きましたね。長浜駅ですかね、これ。伊予長浜駅ですね。ちょっと長浜大橋を見てから行きましょうか。長浜商店街に入ります。これが長浜大橋ですね。うわ、すごいかっこいい犬。近代産業遺産、国に指定重要文化財、長浜市一級河川肱川の河口に架かる現役で動く我が国最古の道路可動橋ですね。戦時中はグラマン機の機銃走車を受け、トラス部にその傷跡を見ることができます。現在は船の往来がなく開閉の必要性がなくなりましたが、毎週日曜日に観光向けと点検、定期点検を兼ねて開閉を行っており、機関銃走車の跡、ああこれですね、貫通してる。おー、いいですね。このトラスがどこだろうね。グラマンの正社した後書いといてくれたらいいんだけど、ここですね、ここが上がるんだな。おすげえな。どこなんだろうな。せっかくなら機銃の跡見たいなと思ったんですけど、グラマンの銃口、グラマンの銃口、グラマンの銃口、ダンコンか、銃口じゃねえ、ダンコン。見つけられず。87号線もですね、長浜越えたあたりからの方がなんかいい感じですね。もうなんか人気もなくなって、ただひたすら海岸線を走るという感じがいいですね。はあ、大パノラマや。もうなんか空と海との境があやふやでいいですよね、あの辺とか。もう何もわかんねえわ。確かちょっとね、今から行ってみたい、とこがございましてですね、そこへ寄って八幡浜の方へ向かいたいと思います。さあ、そろそろここかな。ここですね、左に曲がります。ここはね、結構秘密の場所なんですよね。さあ、着きました。夢海岸ですね。ここはですね、自分が知ってる中で一番透明度の高い海ですね、愛媛の中でね。あれ、いや、めっちゃ綺麗ね。多分ね、透明度で言えばね、ここが一番だと思うんですよね。だってあの辺で泳いでる魚が上から何の種類か分かるぐらい透けてるんですよね。